邪行のライラ、アリュール・オブ・ムスク、第3夜、アラビアン・ナイト。共犯の仮面に溺れるのは誰か。彼女が私の選んだ婚約者、私の妻となる人だ。あ、これがライザール王の婚約者、将来のシャナーサ王妃。美しい、まるで私の憧れの人、白蛇伝に出てくる蛇の化身、白杖師のようです。さあ、今度は皆の紹介の番だ。レイラ殿、次世代を担う素晴らしい王子たちと話すといい。ねえ、知ってる？最近女の子ばっかりが行方不明になっているんだって。しかも美人ばっかりさらわれているっていうの知ってた？近くのトントゥールの屋台の娘もさらわれたっていう話よ。嘘、私何度かあそこの店使ったことあるわ。超怖い。美人ばっかりって私さらわれちゃう。うん、そうよ。この間お客さんに私こんなテロメアーナの腕輪もらったんだもの。え、すごい、何それ、うらやましい。テロメアーナって高いんでしょ？私だってもらったことないのに。アイーシャ、どうやったの？普通に
テロメアーナの腕輪をしたお客さんにちょうだいって言っただけ。いいなあテロメアーナ、絶対に自分じゃ買えない値段だもの。やっぱりもっともっと美人になってお客さんにうまく見つがせないと。頑張ってこれで私も美人を目指すわ。あらシリン、知らないの？これ今すごい人気なのよ。女の子の中でだけだけど。私もそれ持ってる。おかげで肌ツルツルになったのよね。あ、でもこの本で余計に美人になったら例の誘拐犯にますます狙われちゃうかしら。でももっと綺麗になりたいし。あなたも気をつけてね、シリン。あなただってすっごく美人なんだから。でも、こんなに大勢がさらわれてるのよ。きっと凄腕の誘拐犯に違いないわ。はぁ、ほんと、怖い話ばっかりね。犯人がライラヌールだったら、私喜んでさらわれに行くんだけどな。ライラヌール？あらやだ、アイシャ知らないの？とっても男前でかっこいいって有名な盗賊よ。でも盗賊って言ってもライラヌールはね、悪い人からしか盗まないので、悪い人から盗んだお宝を貧しい人に分け与えているのよ。でも男前ってどんな感じなの？それがね、マスクで顔が隠れているからよくわからないらしいの。でもわずかに見える箇所から絶対にかっこいいって噂で。何より彼が立ち去る瞬間のマントの翻りが最高にかっこいいって噂よ。はぁ、あ、素敵。私ミステリアスな殿方に弱いの。
ほんとあの子、相変わらず不愛想ね。シリン、あなたもよくあんな子の相手できるわね。あの子って天主様の下働きでしょ？若いのに今からあんな不愛想さじゃ将来が不安ね。顔は悪くないのに。え、なに？あなたってばああいう顔が好みなの？え、別にそういうわけじゃないわ。だいたい私の好みはライザーローだもの。ええ、前の式典で見たときにファンになったの。あのたくましい体つきに褐色の肌、ああ素敵。もうすぐあの方に会えるのね。ライザーローにお会いしたいわ。それでうまく見染めてもらえたら玉の輿よ。へえ、玉の輿だったらルーガン王国のヴィンス殿下を狙った方がよくない？あの方若いのにとっても有望だって噂じゃない。ええ、私だったらリン帝国のゴーレイ様がいいな。この子はね、とあるところから連れてきたんだ。これからこの店で暮らすシリーンの弟になるんだよ。シリーン、この子のお姉さんになってくれるかい？この子を大切にしてくれるかい？見てんじゃねえよ。
んだよ。わ？別に、あんたに手伝ってもらうことなんて何もない。俺は一人で十分だ。ち、弟扱いすんじゃねえよ。せえな、俺の歳知らねえだろ。あんた何も知らねえくせに。なんでもねえよ。何すんだよ。いつもは見逃すくせに。それ、あんたがたまに使うやつじゃねえか。そういう意味で言ってねえよ。クソ、完全に男扱いされてねえ。はあ？触んな。何すんだよこのバカ鳥。やめ。んだよ。
私と取引をしよう。私はショーサロンカマルの店主、踊り子になる子を探しているんだ。衣食住を保証すると約束しよう。大丈夫、怪しい店などではないから。さあおいで、私と家族になろう。シリン、入ってもいいかい？シリン？やあ、シリン。今日も美人だね。我が愛しの娘は。そろそろ君のタトゥーが取れる頃だろ。だから入れ直しに来たんだ。タトゥーは大切な仕事道具だからね。さあ、そこに寝そべって。実は今晩、依頼が舞い込むような気がするんだ。あくまで私の勘だけれどね。やっぱり結構欠けてきているね。じゃあ、入れ直すからね。聞きましたか？今日の舞台にはあのカマル一の踊り子マイオヒが立たれるとか。ええ、もちろん。私は彼女を見るためにはるばる臨帝国から来たのですから。シリン、みんながあなたの噂してるね。厨房から取ってきちゃった。だって今日お客さん多くて全然休憩できないんだもの。
シリーンも今のうちに飲んでおいた方がいいわ。それにここからの方があなたの踊りよく見えるもん。いいじゃん、私あなたの踊り好きなんだもん。どういうことでしょう。マヨヒがいないようですが。おかしいですね。確かに今日マヨヒが舞台に上がると聞いたのですが。彼女が噂の踊り子だぞ。お、これがなんと優雅な噂以上だ。彼女たちはね、実はこれから駆け落ちを画策しているんだ。ああ、彼女は国内でも有数の貴族の娘さんでね、ライザール王の婚約者に選ばれた人なんだ。だが、彼女には幼少期から愛する人がいた。館に勤める使用人の彼だ。僕がその使用人のハサンと申します。私はレイラ、レイラアリです。どうか私たちに
にお力を。私、アサンと一緒じゃなきゃ嫌なの。ひどいのよ、お父様ったら私に確認なく勝手にライザール王との婚約を進めちゃったの。お父様ったら王家と結びつきが強くなれば発言権が強くなるからっていうの。お父様は家のことしか考えてないんだわ。私知ってるんだから、こういうの政略結婚っていうのよ。本当にひどいわ。でもさらにひどいのはライザール王よ。ライザール王ったらね、顔合わせに来なかったの。家柄で選んだ婚約者だから見る必要なんてないってことよ。私、そんな人が一生の伴侶になるなんて耐えられない。だから私、私のこと見てくれるハサンと一緒になるって決めたの。実は明日から始まる世界次世代指導者会議でライザール王は婚約者を発表するつもりらしいんだ。つまり駆け落ちをするなら今しかない。けれど父親の監視が厳しくてなかなか駆け落ちは難しそうでね。逃げてもすぐに追っ手がかかりそうだということなんだ。ということで今日は入れ替わりを依頼しにいらしたんだよ。そういうこと。追っ手のかかる時間を少しでも遅らせて無事逃げられるようにするためにしばらくの間君には婚約者のふりをしてほしいんだ。幸いライザール王は婚約者の顔を知らないからね、入れ替わっても大丈夫というわけだ。おや、その顔はどうやって抜け出してきたのかという顔だね。それはね、彼女の次女がとても協力的だからなんだ。次女はレイラさんの恋心に気づいていて、最後の晩だからと二人をこっそりデートに出してあげたんだ。まあ最後の晩にはさせないんだけどね。ね、ハサン。あ、はい。フレイン帝国まで行ってみせるわよ。おや、フレイン帝国へ向かわれるのですか。ええ、だってフレイン帝国は自由恋愛の国だって言うでしょ。ええ、確かに恋愛においては自由かもしれませんね。それで彼女の父を欺く件なんだけれど。入れ替わるのは父親の元を離れた後でいいから、欺く方法はそこまで考えなくていいんだ。正解。さすがは自慢の我が娘だ。
もちろん多少は父親と対面する時もあるかもしれない。でもそこはベールでもかぶってうまい具合にごまかしてくれ。君ならできるだろう。よかった。じゃあ依頼をお願いするわ。明日からお願いね。ご依頼ありがとうございます。では金額についてお話ししましょう。シリン、支度をしておいておくれ。え、今晩から？明かそうと思ったけど、駆け落ちすればハサンとはずっと一緒だものね。ああ、頼んだよ。どんなに美しいものも、いつかその美を剥ぎ取られるのが宿命。偶然によるか、自然の摂理によるかの違いはあっても。おや、あの子から手紙が届いたようだね。どれどれ？なるほど、ね。今回はそのプランで行くんだ。相変わらず実験的なことが好きなんだね。プランベータアムリタが始まる。さあ、今宵の覇者は誰になるのだろうね。ああ、ジェミル、来てくれたようだね。すまないね。可愛い息子にこんなことを頼むだなんて。うぜえ。俺にはそんな家族ごっこする必要ない。頼まれた仕事をやるだけだ。相変わらず反抗期なんだから。でもそうだね。君に必要な家族は、あの子、ただ一人だもんね。あの子だけは綺麗なまま、光の中に、ってね。じゃあそれを実現するために、君には頑張ってもらおうか。ライザール王の暗殺を、ね。